平野翔が主演する新ドラマ。渡米赤後の急成長と今後の展望。平野翔 TBS で来年秋クールに主演。ファン待望の俳優復帰の真相。平野翔がテレビドラマの主演に再び内定したというニュースは、多くのファンにとって待望の朗報であり、その背景には彼のこれまでのキャリアと新たな挑戦への意欲が大いに関係している。昨年、彼はキングプリンスを脱退し、 新たな事務所、都米に移籍し、元キング・プリンスの神宮寺雄太、岸雄太と共にナンバーアンダーラインアイを結成した。この決断は、彼自身のキャリアに大きな転機をもたらしたが、その道のりは決して平坦なものではなかった。平野は新しい事務所に移籍後、CM 契約が急増し、その勢いはとどまるところを知らない。今年上半期だけで、彼はサントリー、池田も反動。 ボシュロムジャパンなどの大手企業と新たに契約を結び、その増加数は他のタレントを圧倒した。特に、昨年下半期にはわずか1社との契約だったが、今年は6社と契約し、急激な成長を遂げた。この急増の背景には、彼の持つカリスマ性と影響力が大きく関与しており、多くの企業が彼のブランド価値を認めていることがうかがえる。そんな彼が主演するドラマは、 TBS で来年秋クールに放送される予定であり、このニュースはファンにとって待ち望んでいたものである。特に、旧ジャニーズ時代にはドラマや映画で多くのヒット作を生み出していた平野が、再び俳優として活躍する姿を見られることに多くのファンが期待を寄せている。今回の主演ドラマは、吉高由里子主演でヒットした、最愛の制作チームが手掛ける予定であり、そのクオリティにも大いに期待が高まる。しかし、 平野の俳優復帰には賛否両論がある。彼がキング・プリンスを脱退した理由の一つに海外進出を目指すというものがあったため、国内のドラマに出演することに対して一部のファンからは批判の声も上がっている。国内のドラマにも出るんだったらキンプリ時代とやってること変わらないなんで脱退したのかますますわからなくなって不信感などの意見が SNS で見られるが、これは彼の人気と影響力の高さを示すものであると言えるだろう。 平野翔のこれまでのキャリアは、常に新たな挑戦と成長の連続であった。彼がキング・プリンスを脱退し、新たな事務所に移籍するという決断を下した背景には、彼自身の強い意志と新たな挑戦への意欲があった。この決断が正しかったことは、今の彼の活躍を見れば明らかであり、多くのファンや関係者がその成長を見守り、応援している。彼の新たな挑戦が、どのような結果をもたらすのか、 非常に興味深い。彼の CM 契約の急増も、その一つの証拠であり、彼の持つ影響力や魅力が多くの企業に認められていることがわかる。特に、大手企業との契約は彼のブランド価値の高さを物語っており、彼のこれまでの努力と成果が実を結んでいると言えるだろう。彼のファンは、彼の一挙手一投足を見守り、応援し続けてきた。その期待に応える形での俳優復帰は、 彼自身のキャリアにとっても非常に重要な一歩であり、多くのファンがその成功を願っている。また、彼の俳優復帰が実現すれば、彼のキャリアに新たな賞が加わることになる。これまでの彼の道のりを振り返ると、常に新しい挑戦を恐れず、自らの限界を押し広げてきた姿勢が見て取れる。そんな彼だからこそ、新たなドラマでの主演も、単なる一つの仕事ではなく、 彼自身の成長と進化の一環として捉えているのだろう。彼の俳優復帰がどのような形で実現するのか、今から非常に楽しみである。さらに、彼の復帰が日本のエンターテインメント界に与える影響も注目されるところである。彼の持つ影響力やカリスマ性が、新たな作品を通じてどのように発揮されるのか、多くのファンや業界関係者が期待している。また、 彼の復帰によって新たなファン層が増えることも予想され、それが彼の今後のキャリアにとって大きなプラスとなるだろう。彼の今後の活躍に、ますます期待が高まる。平野翔がジャニーズ事務所を退所し、新たな事務所に移籍してからの道のりはまさにドラマティックであった。その背景には、彼自身の強い意志と新たな挑戦への決意が感じられる。平野が新たに結成したナンバーアンダーラインアイのデビューも、 ただの一つのステップに過ぎない。彼の真の目標は、さらなる高みへの挑戦であり、その一環としての俳優復帰が今回のニュースである。これまでの彼の活躍を振り返ると、ドラマや映画での彼の存在感は圧倒的であり、多くのファンが待ち望んでいたのも納得である。クロサギ以来、俳優活動を一時休止していた彼だが、その間に培った経験や新たな視点が、今後の演技にどのように反映されるのか、 非常に興味深い。TBS の新ドラマでの主演が内定したという報道は、多くのファンにとって待ち望んでいた朗報であり、彼の新たな挑戦への期待が高まる。また、彼の逆オファーという形での俳優復帰は、彼自身の演技への強い意欲と自信の表れであり、それがどのような形で視聴者に伝わるのか、非常に楽しみである。平野翔の今後の展開は、彼自身の成長とともに、 日本のエンターテインメント界にも新たな風を吹き込むことになるだろう。彼の成功は、単に才能やルックスだけではなく、その裏にある努力や情熱が大きな要因である。彼の CM 契約の急増も、その一つの証拠であり、多くの企業が彼の持つ影響力や魅力を認めていることがうかがえる。特に、サントリーや池田も反動ボシュロム・ジャパンなどの大手企業との契約は、彼のブランド価値の高さを物語っている。 彼のこれまでの活動を振り返ると、その成功の背後には、常にファンや周囲のサポートがあったことは明白である。彼のファンは、彼の一挙手一投足を見守り、応援し続けてきた。そんなファンの期待に応える形での俳優復帰は、彼自身のキャリアにとっても非常に重要な一歩である。彼の俳優としての新たな挑戦が、どのような結果をもたらすのか、今から非常に楽しみである。また、 平野の俳優復帰が実現すれば、彼のキャリアに新たな賞が加わることになる。これまでの彼の活動を振り返ると、常に新しい挑戦を恐れず、自らの限界を押し広げてきた姿勢が見て取れる。そんな彼だからこそ、新たなドラマでの主演も、単なる一つの仕事ではなく、彼自身の成長と進化の一環として捉えているのだろう。彼の俳優復帰がどのような形で実現するのか、 今から非常に楽しみであるさらに彼の復帰が日本のエンターテインメント界に与える影響も注目されるところである彼の持つ影響力やカリスマ性が新たな作品を通じてどのように発揮されるのか多くのファンや業界関係者が期待しているまた彼の復帰によって新たなファン層が増えることも予想されそれが彼の今後のキャリアにとって大きなプラスとなるだろう 平野翔の今後の活躍に、ますます期待が高まる。彼の成功は、単に才能やルックスだけではなく、その裏にある努力や情熱が大きな要因である。彼の CM 契約の急増も、その一つの証拠であり、多くの企業が彼の持つ影響力や魅力を認めていることが伺える。特に、サントリーや池田も反動、ボシュロムジャパンなどの大手企業との契約は、彼のブランド価値の高さを物語っている。 彼のこれまでの活動を振り返ると、その成功の背後には、常にファンや周囲のサポートがあったことは明白である。彼のファンは、彼の一挙手一投足を見守り、応援し続けてきた。そんなファンの期待に応える形での俳優復帰は、彼自身のキャリアにとっても非常に重要な一歩である。彼の俳優としての新たな挑戦が、どのような結果をもたらすのか、今から非常に楽しみである。 彼の俳優としての復帰がどのような形で実現するのか、そしてそれが彼自身のキャリアにどのような影響を与えるのかは、非常に興味深いテーマである。平野翔は、これまでに数々のドラマや映画でその才能を発揮してきた。彼の持つ独特のカリスマ性と演技力は、多くのファンを魅了し続けてきた。特に、彼の演じるキャラクターは、視聴者に深い感動を与え、 その存在感はスクリーンを通じて強く伝わってくる。今回のドラマ主演が決定したことにより、彼の演技が再び視聴者の前で披露されることになる。このニュースは、多くのファンにとって待ち望んでいたものであり、その期待は非常に高まっている。彼が主演するドラマがどのような物語で、どのような役柄を演じるのかはまだ明らかではないが、その詳細が発表される日が待ち遠しい。彼の演技がどのように進化しているのか、 また新たな挑戦がどのような結果をもたらすのか、非常に楽しみである。平野翔のこれまでのキャリアを振り返ると、彼は常に新しい挑戦を恐れず、自らの限界を押し広げてきた姿勢が見て取れる。彼のその姿勢は、多くのファンや業界関係者に強い影響を与え続けている。彼の持つカリスマ性や影響力は、単に才能やルックスだけではなく、その裏にある努力や情熱が大きな要因であると言えるだろう。 彼の CM 契約の急増も、その一つの証拠であり、多くの企業が彼の持つ影響力や魅力を認めていることが伺える。特に、大手企業との契約は彼のブランド価値の高さを物語っており、彼のこれまでの努力と成果が実を結んでいると言えるだろう。また、彼の俳優復帰が実現すれば、それは彼のキャリアに新たな賞を加えることになる。これまでの彼の道のりを振り返ると、 常に新しい挑戦を恐れず、自らの限界を押し広げてきた姿勢が見て取れる。そんな彼だからこそ、新たなドラマでの主演も、単なる一つの仕事ではなく、彼自身の成長と進化の一環として捉えているのだろう。彼の俳優復帰がどのような形で実現するのか、非常に楽しみである。さらに、彼の復帰が日本のエンターテインメント界に与える影響も注目されるところである。 彼の持つ影響力やカリスマ性が、新たな作品を通じてどのように発揮されるのか、多くのファンや業界関係者が期待している。また、彼の復帰によって新たなファン層が増えることも予想され、それが彼の今後のキャリアにとって大きなプラスとなるだろう。彼の今後の活躍に、ますます期待が高まる。